デンタパックこころには訪問歯科診療に想定される必要なツールがコンパクトなボディに収納されています。診療シーンに合わせキャビネットの組み合わせを自由に変えることができます。各セルは分割可能なため必要な機材のみ持ち運べます。電車などでの移動時にはショルダーストラップも使用できます。連結棒を使用することで左右の連結もできます。訪問先では床を汚さないようキャリーカートのタイヤに保護カバーを取り付けます。キャリーカートはユニットを設置するための台座に変形可能です。簡単な組み立てで素早い設置が可能です。セル内にワイドレンジマイクロモーター、超音波スケーラーがコンパクトに収められています。また、コンプレッサーユニットも同梱されています。LED ライト付きのハンドピースは光源の確保が難しい在宅訪問診療に最適です。バキュームもセパレート設計となっています。ドクターとアシスタントは最適なポジションで治療を行います。これらの診療ユニットにより訪問診療先でも診療室と同等の治療が行えます。治療前に訪問歯科診療用ソフト WithCare で患者情報を呼び出せます。過去のレントゲン画像を表示させたままで口腔内の審査が可能です。SpO2 値、脈拍数の計測が可能なパルスオキシメーター、パルミックで声帯モニタリングが行えます。無線機能により iPad に表示されます。脈波計も表示され見やすくなるため、診療中も常に患者様の体の状態を監視できます。光源の確保が難しい在宅訪問診療時でも口腔内を明るく照らすことのできる LED タイプの照明器です。スライドズーム機構により照射面積は可変させることができます。自然光 LED による明るい照明光は拡散しない設計ですので患者様に優しい設計です。ポータブル X 線撮影装置 X ショットアイでレントゲン撮影を行うことができます。X 線被曝防止のための防護エプロンを取り付けます。
三脚にセットした X ショットアイの位置決めを行い、口腔内にフィルムをセットします。少し離れたところから iPod を使用し、 X 線の照射をコントロールすることができます。要介護者用診療体補助装置サポタくん BS は、車椅子や通常の椅子での診療をサポートします。こちらも非常に簡単に組み立てることが可能です。患者様と車椅子の背もたれの間にセットします。ベルトをしっかり固定し、枕の高さを調整したら準備完了です。台での安全な診療環境を確保することができます。ウィズケアでは、居宅療養計画書の作成をすることも可能です。あらかじめ印刷しておいた用紙に記入し、ご家族の方やヘルパーなどに説明しながら手渡します。コンパクトに収まるので素早い撤収が可能です。安全のためにベルトでしっかり固定します。在宅訪問診療時に多い義肢補修のためのリペアキットです。ディスポーザブルクリーンバッグを使用することで、研磨作業時の粉塵飛散を防ぎます。プライマーを塗布し、即時レジンを蓄成していきます。さまざまな症例に対応できるようにトレータイプを揃えた印象彩徳・光合彩徳キットです。指摘を行い、適切なトレイを選択します。通常の診療時と同様に印象彩徳を行うことができます。印象彩徳・光合彩徳時にはパルスオキシメーター・パルミックでモニタリングします。義肢の洗浄や口腔内の清掃用口腔ケアキットです。義肢用ブラシと洗浄剤を用いて義肢の洗浄を行います。口腔ケア用吸引ブラシを吸引器に装着して食物残渣の吸引をします。ディスポーザブルブラシで口腔内を清掃した後に、仕上げに保湿ジェルを塗布します。
初めて歯科訪問診療に取り組まれる一般開業医の先生方に診療や接遇、請求を円滑に行っていただくための電子マニュアルです。保険制度の仕組みから現場での診療の流れ、訪問先でのマナーなどを院内のスタッフで共有し、実践に向けた教育を行うことができます。